やったぞやったぞおはようございます。鹿児島のブルーブルーテスターコバッチこと小原明彦です。今日はですねチヌのトップゲームをお送りしたいと思っております。ガボッツ65、ガボッツ90などですね使用してチヌを狙っていきたいと思います。それではですねお付き合いのほどよろしくお願いします。はい、それでは実況の方開始したいと思います。まずですね今釣りをするんですけれども、今後ろですね見てもらうと分かるんですけれども、まあ、車も通りますので、またですね、歩行者、自転車等ですね、人も通りますから、後ろの方しっかりですね、キャストする前に確認してからですね、キャストしていただければと思います。あ、流れに逆らってる、向き向けてるやつがいますね。あの辺りにちょっと行ってみましょう。で、いきなりチヌの目の前に落とすのはちょっとよろしくないので、どちらかというと、対岸の際に落としておいて、そこから持っていくっていう感じですね。気にしてるやつがいる。いい浮き方ではないけど、とりあえずちょっと目の前通してみますかね。おっしゃー、ひとわーおっしゃ、よかった。ラインの波動でダメになるかどうかの心配しましたけど、全然大丈夫でした。おお、いいですね。このトルクがたまんないですよね。よし、はいはい、まだ元気があるうちは。よっしゃー、入ったー。やった。でもなんか切れ字になってるんですよね。これ甲殻類とか食った後になりやすいんですよ。ね、ルアーを見つけてから追ってくるもね、食うまでのチェイスするところも見えてたんで、なんかすごくドキドキしてたんですけど、一発でかかってくれました。あれです、カラス貝か、なんか貝が入ってますね。仮面のテックみたいな感じで。お腹の質感ですか。うん、中にゴツゴツしたの入ってますよ。大丈夫か。よいしょ。よし、行きましたね。よし、よし、まず一本幸先良かったですね。いきなりまあできるだけチヌからね離したところからに着水させて寄せていってあげる方がいいかもしれないんですけど、もし、まあ、割と近くに落とすときはですね、もう立ち上がりよくね、リアクションで、ね、食ってくれる魚もいますので、もしチヌの近くに落とすときにはですね、立ち上がりよく着水から動き出しのいいようにしてあげた方がいいですね。いや、なかったですね。ちょっと数少ないですね。もうちょっと上の方に行った方がいいっぽいですね。こう見た感じちょっと川への入りがちょっと悪いようなので、とりあえずちょっと移動します。行ってみましょうか。ちょっとかなり難しいやつですよね、真ん中のやつは。一応壁際に落としといて、
この水は死んでいますかですよ。もう。いた。いけるかもしれん。あと俺がキャストをミスらなければ、立ち上がり良ければ取れる可能性高いですね。あんまり草の方に寄らないで、落ち込みの方に近くに寄ってほしいな。よし。いやー、しくじった。でも、もうちょっと際に落とすべきやった。やばい、今日は渋いぞ。今日は渋いぞ。きついな。あいつ来たぞ来たぞ来たぞみたいな。逃げますね。逃げますね。しかもどんどん降りてくる。こいつらもう無理だ。無理だ。うん。回遊型のね、真ん中行ってるやつは多分ね、もうね、目的地が決まってんだよ多分もう。一緒にちょっとエビコンのチーム狙ってみてください。エビコンに付け替えよう。あのペアに関してはもうパッタの顔覚えてる。一回釣られたんかな。あいつには対岸からアプローチしたいんだけどな。あ、こっち来ないで、ね、糸が先行したんですよね。そうだよな。でも見てる。斜め下で見てる。斜め下で見てる。マジで食った。おっしゃ、食った。そうだよな。でも見てる。斜め下で見てる。斜め下で見てる。食った。マジ。食ったよエビコン。やばいやばい、そっち行かないで。嘘でしょ。うん、そうっすね。よっしゃ出た。よっしゃ。うわ強い。これサイズいいぞ。しかもゲット。やったぞ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 。食ったぞ。食ったぜ。逃げないからやっぱエビコンなんかあるんだなと思ってましたけど、ついに結果に出ましたね。しかもサイトでねえ、二人で、食ったみたいな。これまさかのまさかの稼ぎながらやってたが釣れましたね。本当でしたね。いやーもうなんか何でしょう、トップで逃げるけどエビコンで逃げないですもんね。不思議でしたけど、ついに結果に出ました。なんかやっぱね、ガボッツだけじゃなくて何か次なる何かをって思ってたんですよね。まあでもプロトがあるからプロトがと思ってたんですけど、ちょっとしばらく見つけてみましょう。よし、またね。いや、落ち着いてますねあいつ。冷静。なんか風格あった。サイズも良かったし、かっこいいなあいつ。なんかシルエット尖ってて、下の方にもいた。別の魚ですね。しゃー、お疲れ様でした。
トップゲームでですねご紹介するね、チヌゲームだったはずだったんですけれども、まあ、思いのほかちょっと厳しかったんですよね。タイミングも合わなくて、でその中で面白いルアーをちょっと、ね、進めていただいて、まあ、試してみたんですけど、意外に思いのほか反応が良くて、まあ、これでまた魚も取れたりしてですね、本当なんかちょっと楽しめちゃいました。今後僕もエピコン持ったりしてですね、まあ、トップチニングの合間でもですね楽しんでみたいなと思います。それではですね、今回の動画にお付き合いいただきありがとうございました。